どうもすみませんクイーンステイクスの結果分析です1着ドゥーラー2着ウィンピックシス3着コスタボニータでしたちょっと穴馬の伊豆城の奇跡にも魅力は感じてたんですが伊豆城の奇跡はパドックを見た時点で出来は良くないと分かったのでその時点でドゥーラルビーカサブランカの2択だったんですがまあどうなんですかねもう1回やるにしても多分僕は この2択に関してはルビー・カサブランカというかルメール騎手を選ぶかなっていうところでその中で今回ドゥーラの斎藤騎手が最高にうまく乗ったかなと思いますしさらにレース展開もハマったかなっていうところなんですよね。まあここの印に関しては基本的には本命馬と穴馬以外は2着以内に来る確率ということでつけてますんでそう考えるともう。 このレース本来だったらドゥーラとルビー・カサブランカこの1点でいい、まあ、ワイルだったら特に1点でいけるかなっていうような感じにはなってたところはあったんですがまあやっぱ競馬なんで展開の綾というものがありますんでその展開の綾でルビー・カサブランカはちょっとだけ届かなかった足を余したっていうような形にはなりましたねそしてその展開の綾を作ったのはライトクオンタム武豊騎手ですね もう後半なんかはペース流していって引っ張っていってますしとなると逃げ馬が引っ張ってる展開になると内の方で足をためてる馬もしくは前に壁を作って足をためてる馬が有利になりがちっていうふうにいつも言ってますし、まあ、ドゥーラは外は回ったんですが動いたタイミングが良かったのとあとは筋量が軽いあとはさらに養子馬だと筋量が軽いっていうのが。 結構いい方向に向にくこともありますのでその辺のハマり方なんかもあったっていうところでドゥーラは外を回ってても大きなロスにならなかったんですがまあでもやっぱり他の馬たちについては前に壁を作れてた馬たちが断然有利だったなっていうところでコスタボニータは23頭分外にはいたんですが前に壁ができてて手応えよく回ってこれてた。ウィンピクシスなんかはもう ライトクオンタムの直後で前に壁作れて直線スッと抜け出すだけっていうようなドハマりっていうところで、まあ、今回仕上がり具合とか能力的にもちょっと微妙だった当選ローリエでででさえうちの方で足を溜めたたんでそれなりに競馬ししてましたよねやっぱりコーナーから足を使わされた馬たちがいて手応えが悪くなる馬たちがいる中で逆に足をためれてた馬たちが有利な感じになったっていう、まあ、それぐらい。 やっぱり、どういう競馬をしたか、どういう戦法を取ったかっていうところで、だいぶ有利不利っていうところが出た。レースではあったかなと思いますね。まあ、それで、ルビー・カ・サ・ブランカのルメール騎手、悪くはないんですよね。もううまく乗ってるんですけれども、まあ、ただ、そのライトコーンタム・タケユタが騎手のペースメイクっていうところで、ほんの少しだけ。 その足,足の使い方の逆算っていうところがずれちゃってるんですよね。まあ、本来だったらルメール騎手の乗り方っていうのは最高の乗り方でハマるはずなんですがそれがはまらなかったっていうところは狂わされた部分はあったかなっていうところでなのでこれで届かないんだっていうような感じになったと思いますね。まあ、その辺に関してはルビー・カカサブランカも 出来はまあまあ良かったんですが前奏の函館記念の時の方が出来が良かったですし函館記念ぐらいの出来で出走してれば2着は硬かったかなというところはあったんですがまあちょっと少しだけ出来が落ちてて道中の反応なんかも悪くて多分ルメール騎手だったら着外だったかなっていうぐらいそれぐらい気持ちが切れてもおかしくないような息きっぷりとかだったんでまあ そうですね、いろんなものが噛み合わずっていうところでわずかはまらなかったっていうところもあるんですよねちなみになんですがこの日の僕は条件戦から全然ついてなくて札幌競馬場の後半6レースだけでも4レースか5レースぐらい足余してるんですよねまあジョッキーの判断ミスが大きかったっていうところはあったんですがまあそういう日だったのかなっていう。 しかもその足を余した4レースか5レースに関しては4コーナーの手前で変に溜めををかせてて、てしししままっっ仕掛け遅れたもう4コーナーの手前で止めずに早めに勢いつけて4コーナー回ってれば全然馬券圏内に来てたっていうようなそういうようなレースばっかりだったんですがまあそういうレースが多かったんで。 もしかしたらドゥーラの斎藤騎手もその辺考えて早めに動いてったっていうところもあったかもしれないですね。まあ札幌競馬場なんかは小回りなんで、もう手応え良ければ4コーナーで変に溜めずに行っちゃった方がいいことの方が多いんですよね。まあもちろんその強気に早めに仕掛けてしまうと止まる可能性があって、勝ちきれない可能性はあるっちゃあるんですが、もう基本的に競馬っていうのは、 きれいに乗って勝とうとととううするまくいいいかないことの方が多いんですよね。逆に馬の力を信じて早めに行っちゃう方がですね、まあ、馬が強ければ勝ち負けできますし少なくとも3着以内に来る確率はだいぶ高くなりますし、まあ、いい馬に乗ってても安定性を欠くようなジョッキーっていうのは変にきれいに乗ろうとしたりだとかかっこよく勝とうとしたりとかしてその結果として。 馬券圏外に飛ぶよようなことが多いんですよね。もう3着以内でいいんだっていうようなそういうような馬の力を信じるような乗り方をしとけばそうすれば3着以内率っていうのは上がりますし基本的にジョッキーの優劣って勝率とか連帯率とかよりも3着以内率に出ますんで、まあ、3着以内率が良くないジョッキーたちに関しては、まあ、基本的にはやっぱ。 馬の邪魔をするような感じで余計なためを聞かせたりだとか綺麗に乗ろうとしすぎてるっていうのは傾向としてあるかなっていうところですねまあただこのルビーカサブランカのルメール機種に関しては違いますよもう全然普通だったらうまく乗ってるんですけれども竹豊機種にちょっとやられたっていうような感じですね少しだけ歯車が狂ったっていうようなパターンの足の余しかたですね こちらはパドックのの評価です下の方です。す下方ね。1列目ルビー・カサブランカまあまあルメール騎手含めると一番手ルビー・カサブランカはやっぱり前奏の函館記念の方が良かったんですがまああのた、ー、めはある程度は効きそうな出来としては7部から8分ぐらいはあったかなっていうところですね良くない時のルビー・カサブランカは溜めが効かなそうなワンペースな感じなんでその悪い感じはなかったですね。で、ドゥーラ 馬体減は問題なしルーラはマイナス十何キロの大幅馬体減だったんですが、まあ、全然問題なく仕上がりが良かったということですね二列目ジネストラ出来は良い騎手は少し不安、まあ、ジネストラは溜めを聞かせなきゃいけないんですが、まあ、コーナーから足使わされてダメでしたねメチャワイド生まれん絞るならここまでということで まあ買おうかなと思ったのはこの3頭ぐらいまでで、まあ、特にもう1列目のルビーカ・カサブランカとドゥーラの1点で生まれんワイドでいいかなとは思ったんですがまあちょっとはまりきらなかったですねまあレース内容を見れば全然1点でも良かったかなというような内容だったとは思いますけれどもで3列目美人まあまあ機種に期待ならということでまあちょっとやっぱり スピードと器用さが足りない。あとは気象的に難しいところもあったりしますんで、あれだけ団子状態でごちゃごちゃしたところが入ったら全然ダメですね。ばらける感じで2番手3番手あたりから立ち回れてたら多少は違ったとは思うんですが。で、ミスニューヨーク、衰えはある。ミスニューヨークは、今のミスニューヨークとしては仕上がりは悪くはないんですが、以前ほどの瞬発力はないんですよね。コスタボニータ、まあまあかな。 そんなにはとということで、まあ、コスタボニータは出来は良かったんですがちょっとやっぱそんなには大物感がないんでまともにコーナーから競馬したらどうかなっていうところはあったんですが、まあ、馬群の中で前壁作りながら溜めが効いたんでそれで直線ある程度いい足使って弾けたなっていうところあとはこのままいいところは勝負根性あるんで並んで強いところがありますよね。で「伊豆城の奇跡いまいち」「ハマれば走るかもはてな」。 まあ、いずいのに跡は、後ろ足の筋肉の質が落ちて、バネが落ちてましたんで、出来としては6分、並ぶ程度だったかなというところはあったんですが、まあ、でも形は悪くはなかったんで、走るかもなとは思ってたんですが、まあ、それなりには直線、競馬してましたね。まあ、ただ、溜めが効いたからってだけであって、やっぱり本当のいい頃のこの馬だったら、もっとすっ飛んでくるような足は使えますんで、で、絞るならここまでということで、 まあここからは抑え評価なんですがライトクオンタム出来は良い有利に競馬できればやれるかもはてなということでまあまあ華奢は華奢なんですがこの馬なりに徐々に少しずつ成長はしたかなというところなんですが後で細かいラップとかも出しますんでそこで説明しますけれどもまあ武豊騎手うまく 思い切ったことはしたかなっていうところでそこでちょっとまだ力が足りなくて耐えられなかったっていうようなレース内容ではありましたね。サトノセシルまだ微妙も抑えならサトノセシルは衰えなのかもう筋肉の質が落ちてキレがないですね。まあ、ただ追い込み馬なんで他が自滅しまくればっていうような程度の競馬をしてたかなっていうところですね。ウィンピクシス微妙でかなり恵まれればということでウィンピクシスは 仕上がりというかあの体調とか出来の良さはあるのかもしれないんですがちょっと馬の形的にその入れ替わりの激しいロングスパートとかはどうかなと思ってたんですが今回は武豊騎手が逃げてくれたおかげでそこを目標に34番手の内からついていって直線スッと抜けるだけまあ逃げ馬が引っ張ってくれたんで断然有利な立ち回りができたわけですよね。これがまた逆に 逃げ馬が強くなかったり逃げ馬に乗ってるジョッキーがうまくなかったら、まあ、勝負どころでブレーキかけたりまた加速しなきゃいけないとかそういったような感じになってて入れ替わりの激しい中での2段階3段階足を使わなきゃいけないそういうような競馬はこの馬体ではなかなか難しいかなっていうところがあったんで、まあ、それでレース全体についてなんですが結構逃げそうな馬はいたんですけれどもその中で。 ライトコンタムが好ス,スタートで武豊騎手は逃げる形で2番手にローゼライトがいたんですが、まあ、その形になるんだったらローゼライトは早め早めに仕掛けないと後手後手に回って器用な競馬ができる馬ではないので、まあ、そのローゼライトのサメシマ島勝馬騎手が後手後手に回ってしまったことによってライトコンタム武豊騎手はペース作りやすかったあとはグランスラムアスクあたりは逃げかそれか。 どっかで早め戦闘に立たなきゃいけないタイプなんですが、まあ、スタートが良くなくてそこでもうなんか中途半端な起乗して終わっちゃいましたね。武、まあ、豊騎手が逃げてたりなんかすると大体他のジョッキーたちって潰しに行ったりしないんでその辺がちょっと JRA 良くないところではあるんですけれども結果としてやっぱ武豊騎手がペース握ってそれでライトクオンタム自体は力が足りなかったんですがただ逃げ馬が引っ張る流れの中で。 足を打ち目もしくは馬群で溜めながら回ってきたウィン・ピクシスコスタ・ボニータに有利な展開が出来上がったっていうところはありますね。まあライトコーンタム武豊騎手は結局後半に関しては隙のないペースで早め早めしてましたんで武豊騎手のうまさも光ったっていうところもあったっちゃあったかなっていうところですね。こちらは勝ち時計と道中の細かいラップです。まあ、勝ち時計は、 レコードが1分45秒7ぐらいでそれに対して1分46秒7ですから1秒しか変わらなかったんでまあまあの時計かなと思うんですがまあただこの 1800m っていう条件まあ重症がこのレースぐらいですよねまあとにかく他のレースで早い時計レコードが出るようなレベルになることがないっていうところがあるんでまあ時計面に関しては特に気にする必要はないかなっていうところですねまあそして の通過36秒2これは遅いです、ね、まあ 1,000m の通過59秒9である程度平均ペースぐらいには流れてるようには見えるんですが最初の 600m って大事なんで、まあ、いつも言ってる通り逃げ先行馬が楽に競馬できるかどうかは最初の3ロ論が速いか遅いか結構影響するっていうふうには言ってるんですがここでスローに入れたことによってやっぱり逃げ馬 ライトコンタムに関しては前半部分であんまり消耗してなかったんでそこからずっとペース上げて 1,000m のところあたりからペース上げてって11秒611秒711秒7っていう風にそういう風うに前半というか最初の部分スローで入ってそこからロングスパート気味に平均ペースハイペース気味で流していってっていうようなまとめ方をしたっていうところはありますね。 まあですから最初の三反論で楽できた分後半ペースは作れたっていうところがあってでやっぱ逃げ馬があれだけ引っ張っていくと足をためながら回ってこれた馬たちの方が有利っていうところで逆にコーナーから足を使わされた馬たちが続出したっていうようなそういったようなレースでもあったかなっていうところではありますすねそれででははは右の方かから1頭ずついきますコスタタニー,タコスタボニータは仕上がりは良かったですね。 ただやっぱり馬の形的にそんなにスケールは感じないのでコーナーから足使わされたり入れ替わりが激しくなったらどうかなと思ってたんですが、まあ、馬群で前に壁作りながら貯めることができましたし、まあ、瞬発力はそれなりなんですが、まあ、並んだら勝負根性があったりだとかそういういいところもありましたんで、まあ、とにかく今回はコーナーから雑な競馬にならなかったっていうところが大きかったかなっていうふうに思いますね。 ウィ,ンピクシスウィンピクシスは仕上がり良かったんですがただやっぱどちらかというとスピードタイプなんですよねなので入れ替わりの激しい感じでブレーキかけたりギア入れたりブレーキかけたりみたいなそういったような立ち回りっていうのがなかなか難しいところがあってそれだと足が続かない可能性があるタイプの馬体なんですがもう今回に関してはライトクオンタム武豊騎手が逃げて引っ張ってくれてその直後でずっと足をためながら 断然有利な立ち回りができてもう直線向いたところでも外がスッと空いてもう普通だったら展開有利で勝てるような感じだったんですがまあそれよりもまあ筋量軽くて瞬発力があったズーラが外から勝ったっていうようなレース内容ですね。でまあそういった中でもウィンピックシーズ自体も一本上手の競馬ではなくて直線もなんだかんだ言って少しは伸びてましたんで。 力ののいいる用紙場も合ううかなっていうこれがまた軽いバ場とかだとその瞬発力が足りないっていうところが響きやすかったり、まあ、コースによっては難しいところは出るとは思うんですけれどもライトクオンタムライトクオンタムは思ってたよりも仕上がり良かったですね馬体面に関しても少し成長しててゆったりしたかなと思いますまあただやっぱ根本的にパワーが足りない底力が足りないっていうような印象でかといって 瞬発力がある感じかとというとそれもあんまりっていうようななんていうか全体的にスラッとまとまっててスピードとセンスでどうにかしなきゃっていうような見た目なんですがまあただ控える競馬になると他の馬たちに飲まれたりとかもする可能性があってと,とにかくやっぱ、まあ、仕上がりはいいんだけれどもどうなのかなっていうふうに見てました。まあ、ただ 逃げるかばらける感じで2番手からっていう楽な競馬ができればいいところあるかもなと思ったんですがまあ紙芝でもありますしまあちょっとやっぱり足はは続かななそうだなとは思ってましたこれがまた軽い馬場とかもしくは直線の長い例えば半神の外回り1 0 0 8とか。 その辺だったらもしかしたら有利に競馬進められる可能性はあるかなっていうところでルビー・カサブランカルビー・カサブランカは前走函館記念の時の方が良かったですねやっぱり函館記念で馬場の悪い位置通って結構強引な競馬しましたんでああいう馬場の悪いところでああいう競馬すると調子は崩しやすいんですよねなので少し調子崩したかなっていうところはあったんですがまあでも 極端に悪くははななかったんで、ある程度力は出せそうだなとは思ってました。とにかくこのルビーカサブランカはタメが効かなそうなワンペースな馬体になると調子を大分崩すんですけれどもまだ今回に関してはタメが効きそうな素足はありそうな馬体ではありましたんでその辺なので出来としては8分ぐらいはあるかなっていうところではありました。まあ、それで、 まあ本当に好調っていうような感じだったら 1,800m 問題ないとは思うんですが、まあ、多少その辺状態面が落ちたのと気象的に多少気持ちが切れやすくなってたのか息っぷりが良くなかったですねルメール機種なんで何とか促しながらついていったんですが波のジョッキーだったら繊維喪失して止まってた可能性普通にあったと思いますね。でなんとかついてったんですが、まあ 4コーナーナの手前あたりですねだいぶ早い段階でドゥーラの斎藤騎手が外からスッと行きましたんで、まあ、斎藤騎手ドゥーラもうまく乗ってさらに筋量も軽かったんでそれにスッとついていくっていうのが難しかったというのもあるのかもしれないんですが、まあ、ちょっと多分ルメール騎手の中ではそこまで焦ってなかったですよね。多分ちょっっっとドゥーラ先に行ったけれどもも少し待っても 差し込めるんじゃないかなっていうようなイメージでルメール騎手乗ったと思うんですよねそして本来ならばそのルメール騎手の判断で良かったんですけれどもそれを狂わせたのが逃げたライトコォンタム竹豊騎手ですねやっぱり竹豊騎手が引っ張ってってもう直線の入り口までは全然引っ張っていってましたんでその分うちのウィンピクシスとかバグンで貯めてたコスタボニータが競馬しやすくなってて 逆にに外回ったルビーカカサブランカが少し不利になっっちゃったんですよね。なのでその分はまらなかったったていうところですね。もし逃げてた馬というか逃げてたジョッキーがですねうまくなければあの形でルメール騎手はまってて2着は硬かったかなというところなんですが、まあ、ルビーカサブランカも好調だったらもうちょっと切れる足使ったと思いますしその辺状態面も影響してそこまでいい足も使えなかった。 さらに力のいる養子芝ですんで、ああいう風にドゥーラの筋量軽い感じで、そのままなだれ込みがはまった時にはなかなか差し込むっていうのが難しい時があるんですよね。里のセシル里のセシルに関しては衰えなのか、状態が悪いのか。とにかくキレのない馬体筋肉の質が良くないっていうところがあって、まあ、でも形は極端に悪くはないので、その分追い込み馬の分。 他が自滅しまくればっていうような程度の伸びはしてましたよね。ローゼライトローゼライトは状態面はまあまあだったんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、とにかくこの馬は勝負どころからの反応が悪いようなところもありますんで、まあ、ちょっと後手後手に回るとダメですね。まあ、今回、ライトコンタムの武豊騎氏が先手先手で仕掛けて、武豊騎氏が上手かったっていうのもあるんですが、まあそれにしても。 やっぱ玉砕的に早めに仕掛けていかないと後手後手に回るとなおさらずぶさとか不器用さが増しちゃいますんでまあでもそれでも極端に悪い内容ではなかったんで相手関係楽になったりもしくは競馬しやすいメンバー構成とかだったらオープン特別ぐらいだったらいいところ出るかもしれないですし軽い馬場に変わったら乗りやすくなる可能性もあると思いますね。ドドーーラドゥーラはマイナス何キロの大幅場体だったんですが、まあ あのパドック直後の評価でも全然評価が高かったように全く問題ない馬体源でしたね。まあ、それでチューリップ賞とかウォーカー賞とかオークスに関してもそれなりに仕上がりは良くて馬体の形なんかも良かったんですがその頃ですねちょっとその形はいいんだけれども何というか躍動感というかエネルギーみたいなものはあんまり感じなかったところがあったんですが。 今回のドゥーラはそういった部分が良化しててなんか気配の良さがやたらと目立ったらっんですよねなのでその形だけじゃなくて馬がもう一皮向けた可能性があってそれに関してはオークスはハマっただけで後方から外から伸びただけではあったんですがああいうような次につながるような競馬をすると馬っていうのは変わることありますしオークスよりも確実にドゥーラはもう ワンランク上の馬になったっていう,ような印象がありま,す、ね、まあそれ確かに今回に関しては外は回ったんですが武、まあ、豊騎手が難しい展開を作った中でも今回のドゥーラー斎藤騎手のタイミングは抜群に良かったですねさらに筋量が5 1キロで軽かったということでその筋量の軽さも活かせるようなタイミングで上がっていきましたしまあ更に洋芝も。 乗りりやすかかったかなというところもありますので、まあ養子場だと力のいる洋子場だと筋量差って結構響くこともありますのでその辺何というか筋量差をうまく生かすような馬場ババもさらに生かすようなそういったような競馬ができてっていうところはあったかなと思いますね。まあ、ただやっぱりとにかくドゥーラが良くなっててっていうところもありましたしまあこれだったら。 立ち回り次第では、リバティーアイランドを任す可能性も出てきたかなっていうところはありますね。北ウイング北ウイングはま馬、あ、体面に関してはそんなに大きくは変わってこなかった。馬でまあ、今回も大きくは変わってないんですが、まあ、ただ何と言うか筋肉の質というか、雰囲気に関しては少し良くなったかな？っていうところがあって。 まあ夏が合うう、んじゃなないいかって夏は牝馬っていうふ、まあ、う風に言われることがあるんで牝馬良くなることがあるんですがこの北ウィングも夏は得意な部類なんじゃないかなと思いますね。でまあためも聞いたんでそれなりの競馬はしたんですが、まあ、もうちょい短い距離の方が多分乗りやすいと思いますんで専用あたりでメンバー楽なとこ使った方がいいかなと思います。グランスラムアスクグラララランンススススムムアアク。クは、まあ、ちょっとその、 動き馬体が緩いような感じがあったんでパンとしてない感じがありましたんで、まあ、出来は悪くはないんですが極端な競馬しないとっていうような仕上がりではあったんで逃げかまくるような競馬じゃないとどうかなと思いました。 まあその中でスタートが良くなくてで、まあ、中途半端に外回ってしまったんでああいうような競馬だと全然ダメですよね、まあ、もちろん武隆棋氏は後半隙のないペースメイク使った作ったんで後半に入ってしまったらまくることができないようなペースだったっていうのもあるんですけれども伊豆上の奇跡伊豆上の奇跡は期待してたんですがちょっと後ろ足の筋肉の質バネが落ちているような状態で。 まあ、出来としては7分6分程度だったかなと思います、ね、で、そういった中でも馬体の形やバランス自体は悪くはなかったんでそ,そんなには悪くはなかったんでまあ他の馬たちが止まるような展開の中で岩田康成騎手の一瞬の一足っていうところがはまれば可能性あるかなと思ったんですがまあちょっと逃げ馬が引っ張ってってウィンピクシスとかコースタ・ボニータとか。 前目の馬たちもなかなか止まらなかったっていうところもありましたんで、ハマりきらなかったなっていうような感じではありますね。まあ、あの、この状態で少しは伸びたっていうことに関しては、その点に関してはまあ、ポジティブに考えていいんじゃないかなと思います。ジネストラジネストラは出来は良かったですね。まあ、ただ溜めを聞かせなきゃいけないタイプなんで、外枠で三浦鉱石種どうかなと思ってたんですが。 武、まあ、豊紀州にまともに足を使わされて競馬が終わったっていうような内容ではありますねミスニューヨークミスニューヨークは今のミスニューヨークとしてはバランスなんかあとは体調なんかも良さそうに見えましたし仕上がりとしては良かったんじゃないかなと思うんですが、まあ、ただ根本的に脚力バネが落ちちゃってますんで。 まあ以前の躍動感が足りない分そんなに直線でいい足が使えないっていうところがありますね。で今回最高峰からになったんですがまあデムーロ騎手にしては余計なタイミングに仕掛けなかったというかあれぐらいでちょうど良かったです、まあ、馬の行きっぷりが悪かったとかもあるのかもしれないんですが、まあ、と,とにかくハマるような感じのいい追い込みのパターンいい時のミルコ・デムーロ騎手だったかなと思うんですがまあそれでも。 まあミスニューヨークやっぱ瞬発力が落ちてましたんでそこまでの伸びはなかったなっていうまあ展開がはまらなかったっていうのもあるんですが美人美人は仕上がりとしてはまあまあだったかなと思うんですけれどもまあちょっとここに入るとパワーが足りないというかパンとした感じが少し足りない印象があるんでまあ洋芝でこの 1800m スピードに関しても。 パワーに関してもちょっと足りなかった部分はあったかなと思いますんでまあバラける展開の2番手とかだったら乗りやすかったのかもしれないんですがもうごちゃごちゃっとした馬群でまともに競馬しちゃいましたんでまあ気象面もちょっと難しいところもありますし気持ちも切れやすかったかなっていうところはありますね。まあなんかこれぐらいのオープンのメンバーになると軽い馬場の方がもしかしたら走りやすいかもなとかまあ距離は。 2200前後ぐらいなのかなっていうようなところもあるっちゃありますね。当選ローリエ当選ローリエはまあ仕上がりとしては7分8分あるかどうか程度だったとは思うんですがまあちょっとまだ未完成ですねでもこの馬ですね意外と馬っぷりはいいんですよね馬体をゆったりと見えましたし。 作り方によっては化ける可能性があるかなっていうようなタイプなんですがちょっと急車的に今後はどうかっていうところ小判になったら急車力響いてきますのでどうかっていうところはあるんですがまあでもこれ使って変わる可能性もありますし週刊誌で勝ち負けとかは厳しいかもしれないんですがまあトライアルとかでガラッと変わっていいところが出る可能性もあるっちゃあるかなと思いますね。 で今回に関しては打ち目で溜めが利きましたんでとにかくその今回に関しては道中足をつかまないっていうことが大事なレース展開隊列ではありましたんでそこで溜めが利いたんでそれなりの競馬はしましたし今後につながるような競馬ができたっていうところは大きいかなと思いますね。以上ですす失礼します